はじめまして、さくらぎりんでーす。今回いぶきちゃんとりんこさんとあすかちゃんをやらせていただきましたえー、何ですかねでも三役なんですけどお人形三役ももうほぼ半分なのかな半分以上なのかなあってあセリフがないって <laughs> 正直初めて思いました <laughs> でもやっぱり なんですかね、三役ということでやっぱり一人一人の色って言うんですかね役を自分の中でつけたりしてでやっぱりなんだろうすごい文を読んでるだけでも深いもんだなって深いお話なんだなこれをやらせていただけるんだなと思ってちょっとすごい楽しみでした。<laughs> 役作りはあのお人形さんはでも本当人形の役作りってどんなんだって考えたんですけどやっぱり一番はじっとしてることかなっていうのでそれをまた一つの役作りとしてやったんですけどそうですね凛子とアスカのが悩みました。 やっぱりメリハリをつけなきゃいけないものだなと思ったのでそこでが一番ですかね。何だろうでもリン子はすごい本当に素に近い感じなんですよ私の中での。似てる部分もあったりし,してたのでだからリン子はすごい入りやすかったしアスカちゃんもキャバクラの女の子なんですけど。 そういい役もやらせていただいたことがあったのではい。でもそんなにずっと悩むほど役作りでいうのはなくてすごい自然に入り込めたっていう感じです。前回あの別のドラマなんですけどやらせていただいたキャバクラの女の子は本当にロリータちゃんでブリブリの春菜美みちゃんっていう子なんですけどほんとメイドさんみたいな感じ だっったたた。のので、今回のアスカとはまた全然違ったアスカちゃんと自宅ってすごい大人っぽい私の中であるので何だろうキャバ同じキャバクラだけどキャラが全く違うのでそういうことで言うと意外と難しいとこもあったかな。でもやっぱりこの声なのでどうしても。 綺麗なお姉さんにはなれないんですけど。その違いはすごいありました。ね。はい、普段の作品。と、今回のラブシーン。そうですね。なんだろう。私。声が大きいので。普段。<laughs> それを抑える努力とか。したんですけど、なんですかね。やっぱり。桜木凛ちゃんと。 凛子ちゃんのの違いなのでそこっってやっぱり凛子ちゃんは私の中ではすごいごく普通の女の子だからそういうシーンも本当にごく普通をしましたしましたうんん、ね、かそ,そういう感じなんです <laughs> はいそうですねりんこさんはアスカちゃんに飲み込まれそうなってすごい葛藤してるんですけど 私自身もあのー、桜リンがいる以前にもう一人の自分がいるのでそうですねすごい重なる部分があって私も結構葛藤はします。やっぱり本当にブログもやってますしテレビにも出させていただいてますしやっぱり桜リンでいる時間もすごい長いので。 たたまに、あれ私今どっちだろうみたいな、<laughs> スイッチがどっちに入ってるのかなって分からなくなる時もあったりとかするんですけどそうですね難しいですねこれってでもやっぱり私の場合ちゃんと桜木凛として本当に雑誌に名前が載ったりだとか、あのー、生きてる証拠があるのでりんちゃんとして。だから私の中では、 こうスイッチを切り替えるっていうのもあるんですけど一緒に共存しているんだろう難しいんですけど表現は。なのでもう本当双子ちゃんとずっと一緒にいるみたいな意見も違ったりとか私の中であるので双子ちゃんと一緒にいるみたいで葛藤ばっかりです。毎日意見の出しいで。 本当私個人の意見というか思い出なんですけど、あのーま、窓に飾っってあったのかひまわりがあったんですよ。ひまわりさんが初日に「わ綺麗だな」と思って天気も良かったのでお外にあったんですけど写真も撮ったりして「わすごい綺麗と思ったんですけどその撮影が重なるにつれてだんだんしおれていってる姿が <laughs> あ切ないなぁと思って。でもその その期間を撮影してるんだなっていうのが実感できたのが一番私の中で印象に残ってます。そうですね。私もフィギュアだったりとか、あと、大きい人形さんとか持ってるので、すごい気持ちはわかります。可愛いですもんね。だってお人形さんって。お目目大きいし、唇小っちゃいし。なので、すごい私も、 りんたろーさんほどじゃないんですけどお人形さん好きとしてすごい共感できる部分があるのでもうなんかね可愛いですはいそういう男の人も可愛いなって思ったりします <laughs> 近くに <laughs> そういう男性まだいないんですけど私の周りにはでもすごい面白いですよね面白いス <laughs> なのかもしれないんですけど。 ちょっと自分にないものを持ってらっしゃるのでちょっとお家を覗きに行きたいなって <laughs> すごいありますね興味はすごいあります人人形と人間の恋愛、じゃないんですか、ね、うんだっていろんな恋愛もありますし性別を超える恋愛もありますし何か一つを愛することってすごい素敵なことなだなと思うので。 人形だからダメっていうのはないと思います。監督はそうですね。すごい変わった方だなと思いました。はい、なんだろう。でも。すごい繊細な方なのかな？っていう感じで。でもお話を聞いてても面白いですし、すごい。なんだろう。初めてお会いした。 雰囲気の方でした。そうですね太陽どんな人にだろうでも一度お人形遊びをしたことある人だとチャベ太郎さん役のんチャベ太郎さん役じゃないやチャベ太郎さんが演じられたり <laughs> 太郎さんの気持ちが分かるんじゃないかなって私も分かったので。 なないかなって思うやっぱりでもたくさんの人に見てほしいですね女の方から。奥さんはちょっと見れないですけどちょっと刺激が強いので普段桜ぎりん桜木林として出させていただいているものでは見れないお人形さん役であったりとかあとやっぱり凛子ちゃんの心の動きだったりとかあ凛ちゃんじゃないみたいって思ってもらえるような。 あの役をやらせてもらってるので,で表現できてると思うので私の中では、はい、自信があるのでまた違った桜木りも見てほしいし見ていただきたいですしあのやっぱりいぶきちゃんとかりんこちゃんあすかちゃんすごい思い入れのある役なのでその3人も私と同様に愛していただけたらなと思います。 そ,うその三役だけじゃなくてあの共演のしゃべ太郎さんの表情だったりふとした瞬間の仕草さとかもすごいなんだろう演技というか素に近いものもあると思うんですけどやらせていただいてそれがまたいい味を出してるんじゃないかなって思ってます。このターヨンはい。いれ一応、ちゃんなんなでですすけど。<laughs> はあ、そうですね。やっぱり、 三役初めて会ったっていうのもあるんですけどなかなかできない役なのですごい思い出深い作品でもあり役でもあり私の中にあるんですけど皆さんにもそれを共感してていたただけたらなと思ってます。これからも映画「体温とそして「桜木リーブ」をよろしくお願いします。ありがとうございました。